2019年に3000キロで購入。平成最後の電気型。海山いろいろと走り回ってます。サビだらけ。ドライブシャフトもひび破れて中身出てる。両方のドライブシャフト交換10,000円、ついでにもう15,000円で。しっかり下地にサビ止めを塗りました。うまいことサビが隠れれています。持ちそう。ほぼ毎週海か山に行くので非常に助かります。運きれいに濡れてるなー。次はスペアタイヤのチェック。付属の工具で取り出すよ。このナットを緩めればスペアタイヤの留め具が緩む仕掛け。まあまあ時間かかる感じ。やっと降りてきた感じ。結構砂かぶってきたなし。スペアタイヤスペースもしっかりとサビ止め塗装されていました。ついでにタイヤのローテーションチェック。外したタイヤにはまだヒゲついてる。比べて前のタイヤは結構すりべってる。 4WD オートモードで使ってるけども、こちらの後ろのタイヤに比べて前の方が結構減っているね。特にサイドが減ってる感じあり。ローテーションしてしばらく様子見ですな。まだ2年しか経ってないけど、来年買い替えかな。